みんな何ギガの SD 使ってる？ね。はい、おはようございます。セラフィルムです。今日はですね、SD カードのお話第2弾ということで進めていきます。ちょっと前の動画で僕みたいにね、お金がなくって SD カードめっちゃケチりたいんだ。だけど流行りの 4K120p 撮りたいんだっていう人のために進めたのが、このプログレードの銀印の SD カードになるんだけども、やっぱりね、この撮影のね、スタイルだったりだとか、時間とかね、写真の枚数とかによって、もう SD カード選びって変わってくるなというふうに思って、今回はですね、僕が普段撮影する、ね、枚数だったりだとか動画の時間みたいなところを指標にこの SD カードを選ぶ、ねきっかけにしてもらいたいなっていうふうに思って、改めてね今日は撮り直したいなっていうふうに思います。それじゃあ行ってみましょう。スズラフィルム。はい、それじゃあ改めてねこの SD カードについてねお話ししていくんだけども、もう最初に言っちゃうけどね、もうね迷ってるならこのねプログレードの銀印の SD カード一択ですね。もうこれ1枚でいいかなっていうふうに思います。僕はねこれもう1年半くらいずっと使ってるんだけども、全然ねこうデータが消えたりだとかトラブルがねなかったりだとか、データがね送信の時に遅いなとかね感じたこともあんまりないかな。僕がこう気長な性格なのもあるかもしれないけど、全然これでこと足りるなと思ったので、これについてねお話ししたいというふうに思います。はい、それじゃあ早速この SD カードについて進めていくんだけども、まずこのね SD カードを買うべき人っていうのは、写真もやりつつ動画もやりたいっていう僕みたいな人に勧める、低価格な SD カードになります。写真だけやる人はねもうもっとね、安いね SD カードでも正直いいので、こうねこの SD カードを買う人は 4K120p を撮影したりだとか、あとは写真とかをね撮影する人に買ってもらいたい SD カードになりますね。スズラフィルム。でまずねこのね SD カード価格だけ言っちゃうと、さっきねケチりたいとか言ったけど、 Amazon 価格で見ると今ね 4K の需要、カメラの需要っていうのが上がっているとともに、この SD カードのね需要も上がってるから、今ね1万7000円くらいした、 128GB でも。これは高いよね。高いなっていう風に思った人多いと思います。僕もね同じく思ってるんだけども、 4K の土俵はそんなに低くないんだ、これくらいは覚悟してくれ。最低限でこの1万7000円の SD カード買えば、僕はねもう1年半くらいずっと使ってるんだけども、書き込みの、ね、速さとかにも困ったことがないし、壊れることもないしね、初期投資としてこれは1枚ね買ってほしいなっていう風に思います。スズラフィルム。こうね今流行りの 4K の 120p の動画、このね α7 シリーズの、カメラとかだったら 4K にもね3つの種類があります。まあねその 4K の、3つの種類の話っていうのも前回の動画を見てもらえばいいんだけども、 4K120p ってめちゃめちゃ容量が食うんだけども、容量も食うし、あとは SD カードね、対応してない SD カード、対応してる SD カードっていうのがあります。でその 120p を撮るのに最適なのがこのV90 って書いてあるね、ものですね。それをね買えばまあ間違いないんだけども、 V90 っていうのに対応した SD カード、ソニーのね CF2 エクスプレスとかだとめちゃめちゃ高い。もうね4万円くらいする、80ギガなのに。だからねこうね価格を抑えたいなって人はこの SD カード一択でいいと思うんだけども、 128GB ってどう、少ないっていう風にね容量を持った人多いと思うんだけども、ちょっとね今回のね撮影にあたってどれくらいねこう容量をいつも食ってるのかなっていうのをね調べたんだけども、先週僕職業柄保育士だから卒園式があって、朝ね9時から1時くらいまでの3時間ぶっ通しで写真を撮って約2000枚撮ったんだけども、その時食った容量が50ギガ、なので全然この SD カードでとこと足りるんだよね。そして YouTube のトップで上げているこう橋の上で、ね、撮ったモデルさんの写真、水族館に行ってちょっとプラッとね夜景の見えるところを歩いて撮影しました。もちろん 4K120p も交えて撮ったんだけども、その時の容量で約60ギガ、なので全然50ギガ足す60ギガ110ギガだから、全然この SD カードでね撮ってもこと足りるんだよね。本当におすすめだからね、ちょっと一つの仕様にしてほしいと思うんだけど、256ギガだとかなりね値段が上がっちゃうので、この128ギガ必要最低限の SD カードっていうことで、ぜひね購入を検討してみてほしいというふうに思います。もやしくん。
はい、いかがだったでしょうか。まあね、あくまで SD カードっていうのはその人のスタイルだったりだとか、撮る枚数だとか時間とかによって変わるんだけども、僕のこの休日撮る写真のスタイルではこのね、プログレードの銀印の V90128GB の SD カード、これが最強なんじゃないかなっていうふうに思います。 SD カード選びにね、ケチりたい人、迷ってる人はぜひね、この動画参考にしてみてください。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。